鎌倉殿の13人2022年 NHK の大河ドラマです北条義時が御家人の間の権力闘争に勝ち残り鎌倉幕府の最高権力者となるまでを描いたドラマだそうです鎌倉幕府内の権力争いを簡単に説明します源頼朝は 関東を制圧して鎌倉殿と呼ばれるようになり1192年に征夷大将軍になります1199年に頼朝は謎の死を遂げます家督は北条政子との間に生まれた頼家が継ぐことになります頼朝の時代は頼朝が独裁政治を行っていましたが二代目頼家の時代は暴走を防ぐために 頼朝の天下取りを支えた御家人たちが13人の合議制を発足させ鎌倉幕府を運営することになりました13人の中には北条政子の父北条時政と弟義時も入っていますしかし13人の合議制は全く機能しませんでした発足の翌年の1199年に よりの信任が扱った梶原景時が恨みを買い、御家人66名の弾劾により、鎌倉を追放され、1200年には戦闘となり自害します。これを梶原景時の変と言います。さらに、同じ年には、13人の中の三浦義澄と足立森長も病死してしまいます。将軍頼家には、 比義和の娘若狭局との間に生まれた一万と弟の実朝がいます一方で幕府内の権力争いは跡継ぎの一万が生まれたことで北条氏より比企氏が優位に立っていました1203年に頼家が急病に倒れ危篤状態になりますこの機に北条時政は主導権を握ろうと 頼家の死後の家督を一万と実朝で分割することで話をまとめましたすると一万の外祖父比企義和は憤り若狭の局を通じて頼家に会い北条氏追悼の許可をもらいますそれを聞いていた北条政子は父時政に通報時政は義和を自邸におびき出し殺害しました 北条義時らは、引き手を攻め、一万と、若さのつぼ根は、炎に包まれ死亡、引き死は滅亡しました。これを、引き吉一の変と言います。より家は、奇跡的に元気になりますが、実母の北条政子によって、強制的に出家させられ、伊豆の修善寺に遊兵されてしまいます。三代目聖衣大将軍には、 より家の弟、さげともをつかせ、北条時政が、実権として実権を握ることになります。北条政子は、北条家が権力を握るために、孫の一万を殺し、息子のより家を幽閉してしまいました。より家は、1204年に、幽閉先で謎の死を遂げます。1205年に、時政は、 5歳の牧の方の娘婿の平門友政を将軍にしようと格索します。それを知った北条政子は弟の義時と協力して時政を鎌倉から伊豆に追放してしまいます。代わって義時が2代目の執権に就任しました。京都守護だった平友政は追悼軍によって撃たれました。 北条氏は、1213年に、13人の一人、和田義盛を討ち、和田氏は滅亡しました。頼家の子、栄実は、1214年に、和田氏の残党に擁立されて、六原を襲撃しようとしますが、発覚し自殺しました。善行は出家しています。追放されていた時政は、 伊豆で1215年に死去します。1219年に鶴岡八幡宮で行われた、宇大神敗賀の式に出席した将軍、源実朝を、より家も、この、苦行が暗殺します。親の仇として、暗殺したものと考えられていますが、真実はわかりません。苦行は逃亡しますが、打ち取られてしまいます。 佐ネ友の死によって、源氏の政権は三代で滅ぶことになります。頼朝の直系が途絶えたため、頼朝の妹のひ孫、藤原義経を征夷大将軍に迎えることになりました。一方、後鳥羽上皇は、権力を朝廷側に取り戻そうと圧力をかけてきます。北条義時に、 摂津国の二つの章の自投職を廃止するよう勅命を下したのです。しかし、義時は二度も院前を拒否してしまいます。後鳥羽上皇は怒り浸透。1221年上級三年に後鳥羽上皇は御所に軍隊を集め京都守護を中殺します。そして、北条義時の追悼の戦時を発しました。 このことはすぐに鎌倉方に伝えられました上皇の戦時に歯向かうことは朝敵となるため鎌倉の御家人の間に動揺が走ります北条政子は動揺を抑えるために御家人たちを御所に集め演説をします頼朝公が平家を討ち関東に武士の幕府を創造してから官位といい法禄といい そのの恩は山よよりりもも高く、海よりも深いのです。朝廷軍を打ち三大将軍の眠るこの鎌倉の地を守りなさい。演説を聞いた御家人たちは鎌倉幕府を守ろうと結束しました北条義時や安時大江の広元らが出席して軍議が開かれ 足柄峠と箱根山に席を築いて朝廷軍を迎え撃つ案が出されましたが、大江の広本は長期戦だと不利になるので、軍勢を京へ出撃する案を主張しました。政子に採決を求めると、京都への出撃案が決定されました。幕府軍は、東海道、東山道、北陸道の三方から京へ向けて出陣し、最終的には、 総勢19万機に膨れ上がっていました。幕府軍の出撃を予測していなかった後鳥羽上皇は、慌てて朝廷軍を出陣させますが、防ぐことができず敗走します。幕府軍は京都に突入すると、後鳥羽上皇は、義時追悼の院前を取り消し、沖の島に流され、荘園も全て没収されました。 朝廷側の完全な敗北ですこれを上級の乱と言います上級の乱以降皇位継承などのすべての事柄について朝廷は幕府にお伺いを立てるようになり完全に従属することになりましたこれで北条義時は最高権力者に上り詰めましたいや 実質的には北条政子でしょう1224年に義時が死去義時の子泰時が三代執権に就きましたそして翌1225年に尼将軍と言われた北条政子はこの世を去りましたご視聴ありがとうございました。